それでだんまりしていたというのならお仕置きしなくちゃ。おいおい、我らの敵は棺の中身、貴族を裏切った謀反人。その通り。カディス・エトラまでライジル、汚らわしき者。さっきレジスとセーラをかばおうとしたな。そんな目くじら立てることかねえ。ガキがお勉強をサボるなんてザラだろう。そんなことをするのはお前だけだ、カリアス。へいへい、ラザク殿のおっしゃる通り。お前は昔からあの二人に甘い。あまり市場にとらわれるな。ん？我々家主の使命はロードに仕え、その命令を命を賭して遂行することだ。例の謀反人を捕らえて罰することを最優先に考えろ。ケルティア家の男はすぐ命かけるから嫌だよ。あんまり死に急がないように。兄ちゃん、ライル、セーラがどうのって聞こえたけど何かあった？兄ちゃんじゃない、家主と呼べ。やれやれ、お前の兄貴は今忙しいようだ。家主家主、俺にだって資格はある。お前謹慎が解けたばっかだろ、デシャバルト。子供扱いするな。ふん、たぐ弟の方は生き急ぐ系だな。どうした、そんなに物珍しいか。ここでレジスとセーラはあの人間どもと暮らしているのか。お前も。ああ、私の家だからな。やはりあなたでしたか、カディス・エトラマでライジェル様。久しぶりだな、ゲシュテル。突然姿を消されて、およそ800年もの間、睡眠期に入っておられたと。フランケンシュタイン曰く、そのようだ。レジスとセーラが現れてから、いつかこの日が来るだろうと予見はしていた。あの二人は、私のことを探しに来ていたのだな。棺が見つかったと聞き、調査に向かわせたのです。あなたが姿を消してから、貴族界、ルケドニアには大きな変化がございました。いや、先代ロードが永眠に疲れてから、と言った方が正確かもしれませんな。貴族にとって永眠とはすなわち死。先代ロード亡き後、ロードの役目はご息女ラスクレア様が引き継がれておいでです。ラスクレア様はあなたのことを探しておられる。謀反を起こして先代ロードを死に追いやった反逆者として。何？何の根拠があって？今、ルケドニアの様子は？先代ロードと共に多くの古参家主が眠りにつき、若きロードと若き家主たち、世代交代で生じた穴は未だ大きく。セーラ・ロイヤードもそのうちの一人か。彼女がソウルウェポンを所持しているのを見た。あれは貴族たちが代々一族の家主に継承してきた武器のはず。あの年でロイヤード家の家主とは。なるほど、ルケドニアは私が知っている頃とはだいぶ変わってしまったようだな。ライジェル様、ルケドニアにお戻りになりませんか。もしあなたに身の潔白を訴える気があるのならば、私と共にお戻りくださいませ。ゲシュテル。はい。私はもう少しここにいたいと思っている。つまり家主っていうのはレジスたちのお仲間の中では超偉い人ってことか。ああ、特に高貴な血筋を持つ13の家紋の当主しか与えられない称号だ。ゲシュテル様はランデグルー家の家主様でいらっしゃいます。レジスの親戚？祖父だ。へえ、道理で似てるわけだ。
どこがだ。サイズ感が違う。いやいやいや、あの黒のメッシュ、おしゃれでやってんならどうかと思うけど、まさか遺伝だったとはね。確かにおしゃれだとしたらやばい。おかっぱとロン毛もどうかと思うけどな。これはテクノカット、おかっぱではない。むやみにハサミを入れず、ありのままのヘアスタイルを貫くのがで、気になるのはうちの社長との関係だよね。確かに一触即発の雰囲気だったな。あの二人、何か因縁でもあるのか。わからん。知り合いだったこと自体、僕とセイラも驚いている。え、そうなの？フランケンシュタインはお前たちと同じ存在ではないのか。普通の人間でないことは確かだが、私たちもはっきりとはわからないのです。ある意味ライジェル様より不可思議な存在。お前に宿の世話をされる日が来るとはな。レジスのおじい様を無下にもできん。正直とっとと帰ってもらいたい気持ちでいっぱいだ。変わらんな。あの方の前では猫をかぶることも変わらん。言っておくが、わしはお前を未だ信用してはおらん。お前はかつてルケドニアで多くの我々貴族を虐殺した狂人なのだからな。貴様、我ら中央騎士団に牙を向き、ただで済むと思っているのか。ほう、お前たちが中央騎士団か。これはいいサンプルになるな。まさかお前が貴族狩りの、この狂人め。あがいても無駄だ。お前たち用に特別に作った鎖だからな。どうだ、見下していた存在に痛めつけられる気分は。お前のようなものがなぜそんな力を。おかしいか、貴族であるお前たちだけの力を人間である私が持っているのは、そんなにおかしいか。そんな、これほどとは。カディス・エトラマデ・ライジェル、まだ気持ちは変わらないか。あんな人里離れた屋敷に一人こもっていたら退屈だろう。ここに住めばいい。お断りします。豪華な部屋だって。お断りします。可愛いメイド。お断りします。シチ・ニクリン。お断りします。そうか、そこまで言うなら仕方ない。わがままを言うわけにはいかないな。忘れてはいけないよ、私はお前を気にかけているんだ。たまには顔を出すように。はあ、用が済むや否や帰っちゃった。愛想のないやつめ。ロード、お慎みくださいませ。ライジェル様は特別なお役目を担う。でもロードの方が偉いだろう。ロード、それで何か用か。かねてより調査をしておりました貴族狩りについて新たな情報があります。聞かせてくれ。先日襲撃にあった中央騎士団の生き残りが申すには、突如現れたその者は風のごとく次々と団員たちをなぎ倒していき、そしてそのものは間違いなく人間であったと。人間？人間が貴族の力を凌駕することなどありえるのか？
おそらくは何かしらの術を用いて我々と同等の能力を身に宿したのだと考えられます。これ以上野放しにしておくのは危険かと。ではそなたたちで行ってみなさい。直接会って話がしたい。話を？そう、殺してはならないよ。そのものを連れてくるのだ。どうするかは私が決める。はっ。おとなしく一緒に来てもらおう。断る。ならば力ずくで連れて行くしかない。連れて行ってもらおうじゃないか。できるものならな。やれやれ。こんなに脆弱とはサンプルの価値すらないな。死ぬ。うぬぼれるな、貴族ども。お前さんの言う通りだ。この者らは少々自分の力を過信しておったようだ。君たちは退避し、近況の報告を。私はランデグル家を率いるゲシュテル系ランデグル。ケルティア家ヤヌシ。レインガ・ケルティア。これは光栄なことだ。お偉いヤヌシ様に二人同時に会えると。おとなしくついてくるがいい。さっきのザコも言ってたな。ロードのところへか。驚くことはないだろう。家主を動かせるのは貴族の長であるロードくらいのものだ。しかしどうしたものか。気が乗らないな。ゲシュテル、そなたは下がっていてくれたまえ。レイが。もしものことがあっても我がケルティア家にはすでに後を継げる者がいる。そして相手が何者であろうと家主が二人がかりなんぞ許されないこと。誇りをかけて行くぞ。これならどうだ。困ったものだ。長引けば生かしておくことも難しくなる。お、レイが、まさか。カルタスを取り出したことは謝ろう。だが、お前を認めたからこそ、気を悪くするな。それがソウルウェポン。知っているなら話は早い。家主がこれを手にした意味もわかるはず。これ以上の愚行はやめたまえ。この状況、いつまた巡り会えるか。これは実験だ。行くところまで行ってみようじゃないか。共鳴せよ、ダーク・スフィア。あれはソウルウェポン。似た気配を感じるが、そうではない。
武器を手にしたことを詫びてくれたな。だが私は謝らない。気を悪くするな。愚かな。それほどのものを生み出せる頭脳をなぜ貴族狩りなどに使う。笑わせるな。貴族どもが人間を狩ることは許されても、その逆は許されないとでも言うのか。